日向坂46佐々木久美、ずっと夢だった、仕事が決まり感無量、私の中でとても大きな一歩です。3月26日、日向坂46佐々木久美がブログを更新。4月から新たに始まるラジオ番組のナビゲーターを務めることを報告した。佐々木は、自身のブログにて、嬉しい嬉しいお知らせです、と切り出すと、4月からの金曜日22時30分から30分、J-WAVE さんにて、ロジスティードラジオノミックス、というラジオ番組のナビゲーターを務めさせていただくことになりました。と報告した。続けてずっとラジオ番組をやるのが夢でした。私にとってラジオは寄り添ってくれたり、学びをくれたり、新しい自分を見つけてくれたり、日々に彩りをくれる存在です。と明かすと、いつか自分の声を届けられる夢が可能エヴァと漠然と心の中で思い続けてふわっとしていた私ですが、今年は変わりたいと、夢や目標を口に出すことを心がけてきました。そんな私の夢を皆さんが後押ししてくれて自信につながって、夢が叶いました。本当にありがとうございます。と感謝を述べた。さらに、挑戦し続ける姿勢を忘れたくない。最近特に強く思うこと、皆さんが前に進むときに背中を押せたら勇気が必要なときに少しでも力になれたらなどと意気込みつつ、ラジオの夢が叶ったということは私の中でとても大きな一歩ですとも綴っていた。